滑らない話10周年特別企画、大輔宮川の滑らない話を掘り起こす旅が3月21日 DVD 登場。滑らない話のプレイヤーの中で一番話をしている回数の多い宮川大輔が、過去に話をした人物に会いに行き、忘れているであろう滑らない話を発掘する旅を決行。小学校の頃の友達と会い、タイムカプセルを掘り起こしに行ったり、30年ぶりに同窓会を開催するなどの友達編と、宮川大輔の父親が登場し、親子でドライブ、ヨット、ラジオ出演までしているお父さん編と、宮川大輔に密着した2日間を収録。この後に実は同窓会があるって言うて、ああ、その同窓会の時にそのタイムカプセルを掘って持って行って、なんかこうみんなでこう喋ろうかなと、そうしたらなんかこう、まあ滑らない話でできるようなことがタイムカプセルと一緒に出てくるんじゃないかなみたいなヒントがありそう。そうなんです。そこにちょっと国元と一緒に向かおうかと。早く国元行こう。比叡山の中腹にあるんですか、これ。そう、ずっと上がっていったらヒデさん、うわ先生先生先生元気ですか。うわお久しぶりです。多分俺この人やと思う、マジで。ショベルカーとか、こっち動くね、こっちのけようか、のけていいのけよう、まあスポットのけるな、おお何もやってへんよ、せーの、これか。佐川さん、あ、なんか割れる。あ、ちょっとあかん。これや、これ。マジ？ほら、これ。あったの？わ、これや。そして特典映像には、友人から宮川大輔への思いを込めた手紙が。大輔宮川の滑らない話を掘り起こす旅、3月21日 DVD 発売。こんな、なんですかね、リアル感あるテレビっていうのはもうここ昨今、まあ、失礼ですけど見てないんちゃうかっていうぐらい分かります。いい、一生芸人でいますんで。こんな宮川大輔見たことない。